はい、おはようございます。さあ、ここにあるのは今年で、初の時鮭の甘塩が入荷しました。縦時って言いますが、これね、今年はね、これ本物と正しく言えば10分の1の入荷量しかありません。で、これ今日豊洲に入ったやつで今日入ってたんだけど、今日の入荷分で最後です。国産の時鮭の、こう僕たちが、上級ものとして扱う美味しいものの日本の味としてね、提供できるやつ、国産ですね、限定すれば時知らずの入荷っていうか釣り物の入荷ね、これが最後です。今年はもう一発だけ。ここに電話番号ありますか。これ本当にそう言いますよ。で、まだね、これの状態なんだけども、これもうあとちょっとね、うちの場合は寝かせます、これをね。これの目方なんだけど、 4.1 キロの釣り、とくと、これわかるかな、とく3つの釣りの 4.1 キロ。これ 4.1 キロっていうのはどういうことかというと、この鮭ありますよね。鮭のエラ抜き、腹抜きなんですよ。こう抜き腹って言うんだけど、これの、抜いてますよね。これ抜いてる状態、つまり抜いてる状態で 4.1 キロってことは、つまり、食べれる分が 4.1 キロということなんで、だいたい5キロぐらいの鮭になります。で、これがね、このクラス、釣りのやつが、北海道から今日17本、豊洲に入りました。このメーカーから入ったんですけど、まあ、ここしか、ま、基本的に釣りを扱ってないんですが、この、抜き腹で4キロアップっていう、もう、要するにプレミアムものっていう鮭が、千代田、ここ、こうですね。これ、競り箱に書いてるやつ。17本入荷の丸4です。だから、4本で、しかありません。もう、ほんと少ないですよ。で、うちも1本回してもらったんで、一応1本で、今日の段階、この1本でうちも終わりです。これはもう、おかわり効かないってもう言われたんで、今年本当にこの、釣り、1本釣りで作って、甘塩を鮭にした時知らずっていうのは、もうこれ一本のみです。じゃあこれをね、今から、まぁ、ちょっと考えてね、これ刺身用としてもいいんですよ。冷凍して、ルイベにしてもし、まぁいろいろ考えてるんですけど、とりあえず今から、さばいて、塩だけで売るお客様には、毎年注文くださってるお客様には、もう少し塩、うちで塩をもう一回追い塩して、寝かせておこうかな。まだね、ちょっと入りが弱いかなと思うんですよ。とりあえず、今日は本日は、プレミアもの一本釣り時知らず甘塩鮭が入荷しました、の動画です。以上です。また明日。